な、お前。何なんだ。もうゴロッと入ってくんだよな、お前。綺麗な笑い言ってんのぞ、お前。感動の花だよりだぞ、お前。だから私が言った。よく言うよ、お前。花を添える。北海道。おい、頼むよ、おい。花。おかまのコーナーじゃないんだっていうの、お前。どうも。おはようございます。どうぞ。皆様、お待たせいたしました。ね、特別ゲスト、ね、花だよりに乗せて来ていただきました。美女以来すっかり、美女以来すっかり、お馴染みになってます。ね、桜田淳子さんです。あ、そうか。あ、そうか、そうか。はい。いいな、中島みゆきさんです。若林さんです。あらぐだ、お前。お前今日ギター持ってこなかったのか。すごかったよ。お前持ってくるってろくなことないんだよな。はい、やっぱりこう、引け目感じたってあるじゃない。よく言えば。男に引け目を感じさせたら、女も悪いでしょ。おーおーおー、いつまのこと言うじゃない、お前。バカやろ、お前。俺だってな、あの日な、ギターさえな、穴さえ開いてなきゃ俺だって綺麗に弾けたんだよ、お前。あの穴がミソだったよ、お前。でも同じギターで弾いたんだじゃあ、私ら。本当に、まだコマーシャル行かなくていいんですかね。寂しかったよ、なんかさ、花だよりね。ところでよ、これフィリピンから来てんだよね。フィリピンの宛名が外国語で来てんだよね。の、勉強になるね。皆さんよく読めたこと。ロディ・パシフィコ。ね。私フランスも得意なんだけど、ほらママフランスパパクリアマだからね。フランス語は得意なんだけど、ちょっとこのねえママこれパシフィコってぐらいだからスペイン系かな。どんな感じかね。私はよく知らんね。これもう北海道系にはあんまりいないな、こういう名前は。あんまりいないような気がするな。ミスター千春松山ね。ミスター千春松山、木曜第2部係って来てるのがなかなか面白いね。これは英語で書いてあるんだよね、係、うん、オールナイト日本、うん、赤坂、赤坂じゃないんだっていうのことはね。違うんだって、赤坂は、ね、うん、あ、ごめんなさいね。ねおい、ダメだよ、こういうゲスト入ってきた、ね、こういう雰囲気で来たんだけど、はい、おい、ところでよ、うん、フィリピンでは今だぞ、コオロギやな、スズムシがうるさいほど鳴いてるだって。そして今日は少し暑い、クーラーでもつけて。なんなんだ、すごい豪華な暮らしね。お前フィリピン行ったことあるか。ないよ。ないか。そのうち売られるかもしれない。ない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 。香港で返されたってお前だべ。ねえ、そういう雰囲気でありますけどね。フィリピンっていいとこらしいな。うん、あら、ほんと行ってきたの。ね、いやいや、お前、ママフランスよ。私はフランスしか知らないよね。昔、おそばすくっていう、バカしてっか。私、そんなに昔じゃないもの。よく言う、バカやろ、このお前。俺よりいくつ上だと思ってんね、お前。上じゃないもん。よく言うよ、お前。お前、もう青春ハスターでは売れないんだぞ。うん、分かってるのか。もちろん脱げないしよ。これから体で縛る。みゆきさんは今ですね、はい、26、行ってみるよ、この時間から。これ今22、うん、この若さよ。この響きの違いさ。いやー、まあ、ケツの合う姿勢に何を言っても。ここで歩きてるんだよね、札幌から。ほら、はい、これから渡辺優子ちゃん、あんたは偉い、ね、このね、来てる、はい、お前誕生花って知ってるか。誕生花知らないよ、これだもん。田舎草、お前どこ生まれ。私、うん、札幌。ああ、田舎草、いやだな。僕はその都会っぽいな。誕生花ね、1月はカーネーション、うん、ね、花言葉は愛情、うん、なんかあんまりここで出したくない言葉だな。なんだよ。また聞いてるかもしれないのぞ、お前。貴重なバカ、お前たらくぞ、お前。これ生で。そうだ、お前言いたいことあったんだ、俺。お前言いたいことあったんだ、俺。お前何とかして書いてもらおうとしてた。根性だろ。なんだよ。お前な、うん、俺がな、一生懸命この番組でな、うん、あの微笑を持ってたぞ、うん。もう真剣になってよ。汗流しながら、うん、いや、これは違います。こんなことは絶対ありませんって、こうやってやってんのに、お前。無理してっていうのも辛いもんだけど、お前。はい、お前はなんだ、他の放送で。あ、言ったよ。してないじゃない、全然。うん、全く肯定してるよ。気ぃ使ってもらいたい。あれは全くの事実です。よく言うよ、気ぃ使って。でも考えてみれば、事実といえば事実なんだよな。事実しか書いてなかったですね。な、だって、どこにも俺がお前は好きだとかよ、そういうことも書いてないの。お前、サングラスと同じこと言えるか、この野郎。よっ。うん、おい頼むよ、今日俺負け、お前酒飲んできてるね。当たり消してください。よくよ、お前酒飲んできてるね。やだな、お前な。消さないでよ、頼むよ。話違うじゃない。ねえ、あ、ミキやめよ、バカくれよ。同じレコード会社でやめようね。あ、うん、お互いキャニオンの練習のために何なんだよね。消えた月に探してやった。ところでお前何月まで。2月、2月、スミレ、花言葉、うん、嘘だろ、大きい声で読んでみな。
嘘だろそれ、優雅だって。もう私見た。嘘だろって、優雅だってよ。12月何、夜のガーみたいな顔して優雅だって。3月ってた、お前3月じゃないのか。私2月だよ。3月、うん、これなんて言うの、翡翠線っていうのか。翡翠線、あ、翡翠線っていうのか。ああ、そうだ、お前額あるな。3月は、じゃあ翡翠線でうぬぼれ。これじゃないのか。違うか。あんたでしょ、あんた12月だって生まれたの。これ12月、12月30だって。かわいらしいんだよね、12月がね、意外に物思いだったね。これが最高だったりなんかしてね。物思いな。デイジーってお前なんだか知ってるか。デイジー、うん、日本語に訳すと。デイジー、ひなみくん、あ、かかるなお前。そうね、だんだんさせちゃうんだよな、ここでまたな。俺知らなかったよ。知性派だもんね。知性派ね。デイジー、無邪気ね。5月がユリで、うん、純潔。あ、それもいいな。ね、6月チューリップで博愛、うん、ね、うん、7月、あ、7月ね、古いね。7月、はい、7月水仙、うん、清純な心、ね、8月ひまわり、うん、勇気、ね、お前これじゃないか。そうだよ、勇気とか力とかよ、そういう雰囲気のが似合ってるじゃん。9月アスター、アスターって何よ。知らんな私、そういう横文字の花は。アスター、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 アスターは金曜日か。あ、なんなんだよね。アスターってなんだ。アスター、え、アスターってうちのディレクターもかっこあるぞ。中華料理屋じゃないか。中華料理屋じゃないか。なんなんだよ。もうちょっと気遣ってもらえたもんだね。やってる本人が学ないんだから。真実の恋ね、10月がダリアね、うん、移り気、ね、11月がバラで、うん、美、愛、これしかないだろ俺。俺11月じゃないかなお前。あんかいつ、相手になんかってね、適当に言ってるわけだからね。無邪気あたじゃないか。なんなんだよ。お前絶対今日勝ちまかしに来たべ、この番組、うん、お手伝いに来たの。お手伝いって応援に来たの。頼むよ。それじゃあ、これから5時までの2時間、うん、よろしい。アシスタントは任せまみ、どっか一つよろしい。オカマっぽいんだよな、どっちかというとな、俺方って。どうしてこうなるのかしら。私本当はオカマなの。うん、それについてこれからどんどん追求してみたい。かまやすいでしょね。よつぼのくんはお前見てみて。あ、お前見えないのか、ベートンって。信じられないよ。何？キューって言ってくれない、どうせなら。ハートの中にキューって書いてあるんだよ。頼むよ。なんだこれ。ほら、だんだんまたそういう雰囲気になって。卑猥な雰囲気。卑猥な雰囲気になって。花が咲いて。かまやすさん、俺かまやすさん好きなんだよね。うん、お前知ってるかまやすさん。うん。この間さ、うん、あの人ミニクーパーかなんか乗ってんだよね、うん、でさ、この間俺あるとこからさ、うん、タクシーで来たわけよ、うん、あの日本放送するためにね。そしたら途中でこうミニクーパーがよ、めんこい車がこうちょろっと降りてきたんだから、あ、めんこい車だなと思ったら、よくよく見たら中にこう、うん、あの人らしき人がいるわけよ、うん、あれ鎌田さんかなと思ったな、うん、いきなりドア開けて元気鎌田さん元気だね、相変わらずね。そういう雰囲気で、釜谷さんの四つ葉の車、綺麗な雰囲気でしたですね。お送りしたわけだからね、意外に前にいるの聞かなかったんだけね。鏡、お前な、鏡いるよ、よく言うよ。お前目悪いんだべ、どうせ。もう髪、出したんだよ、それ。ん、出したの髪。来たの。マーガレットかなんかに出てくるような。マーガレット。髪だけだぞ。いや、ちょっと理想と違ったんだ。よく言うよ、お前。おお、女っぽい、女っぽい。理想としてはさ、おお、女っぽいぞ。リンダロンシャットみたいにしたかったんだ。さあ、リンダロンシャット、やっぱ、感じみたいなと思ってた。どんな女だっけ、リンダロンシャット。バカ誰知らないんだよ。横文字ダメなんだっけな。ダメ、ダメ。いや、ロックの松本一応呼ばれてるんだけどね。曲聴けば、あ、これは彼の何年に出た、あれだな、とか、そういう、そういう雰囲気が来るんだけどね。あ、そっか。ね、そういう雰囲気が出るんだけどな。うん、お前、髪いいな、髪切ったらさ、うん、もうちょっとシャープになるかと思ったら、ワイトさんのタヌキみたいな感じになってさ、あ、ちょっとね、今日は雨当たった、うるせえな、うん。で、雨当たったもんだからさ、余計ちょっとドブネズミみたいな。ドブネズミみたいな。まあ、見ないでくれ。お前、うまいな、表現の仕方が。特に自分の意味と、謙遜もが得意なのね。耐えてるような雰囲気を。天井の中島。うん、あ、俺も髪切ってよ。そうなのね。どうしたの？可愛くなっちゃったさ。いや、自分の口から言うのもなんだけど。あ、大した襟元さっぱり。襟元さっぱりだね。くびきられてもいいんじゃないかな。よく言うよ。これ一応ほら、総合コーナーとか終わったわけ。うん。うん、それで、
あの新規一点な責任取ったってどういう意味よ。新規一点改めて、お前も卑猥な言い方すんな責任取ったのって。でこれを切ってまた新規一点改めて頑張ろうかなって感じでやろうと思ったっけ。もうちょい切ったらタモリみたいな。よく言うよお前、タモリと一緒にしないでよ私お前ね。俺面白いな、北海道の徳屋っていうのは最高だなやっぱりな。徳屋じゃない美容院、みんなに馬鹿にされたんだ。例えばどこの足の床屋かとか言ってな、馬鹿にされたから一応俺札幌の美容院でやったんだよな。ああ、だからその美容院を、うん、夫婦でやってるわけよ、うん、男と女で、うん、まあ男と男の夫婦ってないけど、うん、男と女だったわけで、ガキが一人いるわけよ、うん、女の子のガキだな。でギャンギャン泣いてるわけよ、うん、で俺こう待ってたわけな、うん、そしたらギャンギャン泣くからこっち来いこっち来いってこういろいろあやしてたわけ、うん、ね、こうそしたら意外に懐いちゃって、うん、で今度俺の番が来て、いざ俺の番だと思ったらガキがこうまた泣き出すわけ俺から離れると困ったなって感じですいませんねとか言うからこう抱きながらこうやってたわけよ、うん、そしたら自分の髪なんか見てる暇ないわけよいつまでこんな髪になっててよ俺裾をちょっと切ってくださいって言ったんだぞ。耳切られたじゃない、根元からだ。あなんかあんた言い方嫌らしいんだね。ほらお前が言ってくれたかな、明かり消してください、ね、よく言うよお前ワンパターン、これしか言えないのかよお前。ああ。ねこういう人が今売れてるの、ニューミュージック界では。いや今盛り下がってんの少し。感じられないな。あらそう。お前なんて歌ったっけ。私時のいたずら。これはやるな。やるこの際だ。俺の新曲知ってるか。知らない。別れるか。二人でな、週刊誌の方すぐ来てください。二人でな、二人でお互いの曲をな言い合ったってどうしてもなんない。見え見えだろお前、同じ会社だもんね。芸能界のいやらしいところな、僕たちってこれだけには染まりたくないな。芸能界ですもん、ね、僕たちって言ったらまた語弊が出るな。お前ひどいんだぞお前、あの後美少に出てからよ。うちだってよ、そうよ。何お前もセンス悪いとかいろいろ言われたよ。お前よく平然と俺の顔見て言えるな、そういうふうに。サムラ食べてない。なんか負けそうな雰囲気いい、ね、俺ダメなんだよ、弱いんだよ、うん、目の前にするとさ、うん、どうしてもこう本当のこと言えないじゃない。彼女を傷つけちゃうじゃない。彼女だってここまでさ、三十、うん、何年間生きてきてるんだ、我々ね、何年間生きてきてるんだし、ここで挫折感覚えさせちゃ悪いじゃない。特に曲だって売れてることだしな。いや悪いと思って言えないんだよよくこんなことないよ。お前今度寝る気いってんじゃん。まだ出てない。ああ、そっか。お前でもシビアに言うな、お前、うん、まだ俺聞いてないんだよな、うん、けどなんかあのみんな聞いた人の話によると、なんかいい雰囲気じゃないかなって言ったの。あ、そう、うん、今までとよりなんかだいぶなんかこう角が取れて、なんかそういう感じって言ったの。タイトルがいいからね。タイトルなんてね、愛してると言ってくれ。ほんとかよ、おい、お前この番組を作ったんじゃないのか。しかしあれだよな、いや俺もあれ以来ほらいろんな人から聞かれるわけよ、うん、人気はどうなんですかとか、うん、だから、うん、いや別にそういう男と女とかそういう、意味じゃないですかな。トゲ感じるな、うん、人間とトゲ感じるとかそういう意味じゃないよ。俺をほら正直なことしか言わないから。あ、俺の口って 2.0 だから。本当に本当に男と女って感じなんですけど、男と、あ、男とじゃない、人間と人間って感じな。あ、だから友達として、うん、そういう感じだよな、どうせな。目覚めてないもんな、まだ、ね、いや、俺はもうすっかりな、成熟した男の魅力っていうのは出せる。枯れたのか。出せる。枯れたのかってどういう意味ですか、お前。俺まだ22だぞ、お前。22で枯れることはダメだよ。お前、俺より4つ目だろ、お前。うちの姉貴に近いんだぞ、お前。今年23歳。うちの姉貴なんてもうな、でっぷり太ってガキだいってこんなことやってる、お前、光ってガキなんだ。俺に追いっこいるんだよ、光って。おじさん。千春おじさん。うわぁ、この。その言葉、快感をよじる。止まんない、千春おじさん。光ってガキってかわいいぞ、お前。お前も今度2、3個産んでくれ。ほんとかわいいから、あんな、これちょっと毛が薄いんだよな。恥ずかしい話だけど、おい、ちょっとお前らもみんな人に言うだよ。あ、ここだけの話。ついて前に近づく。ほんとに、ここだけの話だからな。うん、朝起きてお父さんに言ってあげようとか、そういうこと言うな。ほんとに、ちょっと手薄いんだよな。ちょっと、こう、ノリのハゲたおにぎりみたいな頭してんだよな。顔はどっちかというと、福助旅って知ってるか、うん、あれの、こう、マークあるから、こんな風にやってる。あれに似てるんだよな、顔がどっちかというとな。面取ったら、で、こう、コロンコロン、男だから、放り投げたりよ、うん、あとコロンコロンさせたら喜ぶわけよ。本当面白いな、ガキって。目見えてんでしょ。一応目は見える。どういうの。だから喜んでんじゃない。本当顔見せてる。これあり、
それありなの？けど本当に面白いよ。コロンコロン遊ばせたりなんかしてよ、うん、そしてあれよほら面白いじゃない、うん、電池いらないしよ。電池ただで遊べるじゃない。あれとだらまあな、打ち止めってのないからな。うん、だからお前も、うん、あれ2、3個産んどけば面白いぞ。週刊誌の方すぐ来てください誰もお前俺の梅とかそういう意味で言ってんじゃないのよバカくの嫌な性格だな。私だって相手を選びたいわさ。よく言うよ。俺だってな、うん、趣味が悪いと思われたりよ。明かり消しても拭いきれないもんだってあるもんねやっぱりね。せめてなもうちょっとだ年の俺にな、うん、俺より下かよ、うん、そのぐらいにしてほしかったな。いや確かに年上の女房っていい、うん、けどよ、うん、まあ若い子ぐらいのあるぐらいの妖艶さというかな色っぽさがあればいいんだけどよ、うん、お前にそれを求めるのは絶対無理だろうしよ。またそれをやるとお前はこの世界からな消えていかなきゃならないだろうな。映画界の方へ。なんなんお前やっぱり3月生まれだろう。うぬぼれ、うん、違うわ青春よっしゃ言うよ。いつものコーナーね、うん、勉強になるんだこのコーナー、うん、知らないぜ。知ってるよお前。俺のオールナイトって勉強になるの聞いてるもん。これよ、今やもうニューミュージックほら私やね、うん、次行こうね。ニューミュージックちょっと待って練習するか。お前ちょっと何か言っててくれ、うんうん、いやいや他にさ、うん、水曜日の夜中ってさすることないのよね。ニューミューお前大丈夫だお前今何て言ってやろうと思ったか知ってんのかお前。ニューミュージック界の女王って言おうとしたんだぞ。女王じゃないもん。いや美少に書いてあったぞ、うん、知ってるか俺何なんだっけ俺。ニューミュージックの宇宙、うん、よ旗持ちだぞ。かっこ悪いなもうちょっとかっこよく書いてもらえなかったな。いや知ったら旗持ちだろ。そうだね、オリンピックの時もこうやって登場するんだろ。あのいやそんなんでなくてほらわーっと打ち込んで打ち入りの時にさむしろの旗持ち入ってないじゃん。なんでそういうふうに言ってたがるのよ。確かにうちのルーツはあそこだ、津軽藩、うん、白崎なんだよね、うちのルーツって。あ、本当。一応武士って言われてるけど、足軽かもしれないんだよな。うん。やっぱりむしろを引っ張って、剣道で、な、行ったのかな。うん、音楽に、あなたのルーツを探る。広岡ちゃん、出番です、ね、音楽にあなたのルーツをさ、ね、くんたきんとのお時間でございますがね、広岡ちゃんは思わず、ね、白い歯がこぼれておりますね。けど、この頃はもうすっかりね、同時上映空手戦争、北京原人の逆襲、こっちの方にすっかりもね、乗り移ってる。似てるだろ。似てるわね。しっくりくるだろ、あの人に。とっても否定の言葉が浮かばない。俺だってこうやってガラス越しにこう見てるじゃない、あの空間を。そしたらこの辺になんかスーパーかなんか出そうだもん。北京原人の逆襲って。ガラスの向こうが降りてくれたな。そういう雰囲気があるんだよな。いい雰囲気持ってるな、お金って。先週の放送で昭和36年の人のルーツを探っていたので、私のも分かったのだ。だから、私のお母ちゃまのルーツを探ってほしい。昭和10年10月25日、安倍澄江と言うんだ。昭和10年で古くてレコードがなかったから困るので、お母様の青春時代頃の、なんて書いてありますかね。そんなことはない。ね、うん、私らにかかればこんなもんも、へでもない。ね、いろいろ口がね、うまく回らなかったですがね、うん、このぐらい、ひとたまりもない。ね、昭和10年というと、お前ちょっと満足じゃないか。昭和10年、今53年だろ。昭和10年、42。ちょうどじゃないのまた笑ってごまかそうとして。まだ生まれてないわよ。よく言うよ、お前。まだ生まれてないわよ。俺、あんた、まだ生まれてたっけ？バカやろ、そのシワから行けば昭和10年はとっくに越してるよ、お前。いいですね。心痛いだろ。みんな、オリビア・ニュートン・ジョンほどじゃないから。みんな、聞いてる、うん、このぐらい言って、なんとかして俺嫌われようとしてんだよ。この努力買って。でも、この人表現するとき、逆な表現すんのよね。始まった。ほら、お前、さって言うから俺また変に思われるんだぞ。週刊誌の方、すぐ来てください。まね、それじゃあ、安倍、君江さん、ね、しっかり私もこの子が中年のアイドル、ね、こういう雰囲気なんで、昭和10年一つやってみたいと思いますね。昭和10年、まあ、いわゆる西暦1935年、ね、1935年というと、どんな曲が流行ったかね、まず外国の方を行きたいと思うわけなんですよね。外国の方では、ビニンザ・ビニン。こんなもんで言うのかな、ね、私の英語、英語発音いいだろ、俺。ビニンザ・ビニン。
ピンザピーザ。ちょっとダメだったかな。とっても素敵よ。ほんと、チークトゥーチークね。あ、いいわ、とっても。お前、叩くぞ、お前。俺が真剣に汗水垂らして、お前、なんとか頑張ってんのに、お前。うん、大変だね。フランス語得意なんだけど、英語ってどうもダメなんだな。読みなさい、これ。うん。お前、大学時代何とってた？私、国語。何さ。本当に素晴らしいやつ。I can't get started。これは、あ、言い出せない。あ、言い出しかねてな。意外にね、本当にちょっとね、さっき聞かされたお話があってたりなんかしてね、非常にダメよ、困るんだから俺だって。なんか、そういう時にやってますので、ね、それじゃあ、この頃の、ヒットした曲なんですけどね、残念ながら、その頃のレコードはかけれないわけなんですよね。その頃ちょうどなかったりなんかしてね、かけれなかったり、ミュージカルね、これはね、サマータイムね、これを聴いてみて。ね、CM に遮られた雰囲気になりますので、ね、意外に、ディレクターがね、うちの桃引きピンさんがね、すんなりと CM、こう言われてね、私も辛かったりなんかするわけだからね、知ってるかお前、あの顔で桃引き履いてよ、浴衣かなんかして、お前、滋賀高原で。あんたと一緒だらしない、よくねえよ。だから嫌だったんだよ、あれ聞いてくだったんだよ。何なんだよ。昭和10年、ね、日本ではどんな曲が流行っていたかというと、野崎浩二。知るかこの歌。知ってる。あ、知らない。知らない？うん。庄司太郎さんよ。うん、知らない。今はなき。知らない。野崎まゆりは。知らない。やかた。あ、まあ、また歌っちゃったよ。ねえ、あ、知らない。さあ、ね、夕日は落ちて。ね、それとか、並木の雨。明治一代女。あ、お前の歌ったよ。明治一代女。知らない。知らない？知らない。浮いた、浮いたの。浜町がしねえ、この拳のコロンコロねえ、これは納豆そばを食わなきゃ到底、回らないんじゃないかと思うわけですよね。あと無情の雨だとか、二人は若い、知ってるか？知らない。二人は若いだったっけ、これ違った？そうだよね、ディック・ミネと星玲子の歌ってますよね、それとか紫光太、庄司太郎選手ね、上海ビルね、これはディック・ミネ有名だぞ、これ知らない。リールリール、なんで俺昭和10年の歌こんなに強いのよ。信じられないよな。ね、こういう雰囲気で来ておりますがね、なんて言ってもこの時俺とっても俺こいつって言っちゃ悪いよ、大御所だからね、この人好きなんだよね。しかもこの歌がとっても好きなんだけどね、お前この歌お前は絶対知ってると思うな。これいわゆる1番から7、8番まであるんだよね、これね。長い歌だけどお前全部知ってるべ。なんだよ。多分知ってないかな、昭和10年だしな、聞いてみたいと思います。やっぱりお前同じ北海道と思うと本当恥ずかしくてよ。そう。じゃあ本当にお前北海道出身なんだろ、出身というか今でもいるんだろ北海道に。いるよ。根差してるんだろ。そうよ。何か違うんだよ。北海道に生えてるの。若い根っこの会のようなもんなんだろ。もうちょっと頑張ってもらいたい部分っていうのはあるんだよな。ああ。北海道出身だっていろいろいるよな。本当いろいろいるね。まあ、吹きの塔ね。佐々木幸雄、ね、まあ、あいつは東北生まれだけどね、佐々木幸雄、これ今でも札幌にいて頑張ってるね、あと松山千春、いいのがいたね。何？松山千春って今大学なんか頑張ってるみたいだけどね、いたよね。あと踊りかなんか、うん、あと中島みゆきって昔売れてたけどどうしたのね、あれ女優さんね。なんだよ俺、お前絶対3月生まれだよ。3時からお送りいたしますね、オールナイトニッポン木曜第2部、ホストは松山ちゃんと、そしてホステス中島です。なんなんだよ、気持ち悪いんだってのお前。北海道からお送りする。なんなんだよ、お前なんでそこで声が変わるわけよ、コロッと。私本当の声って自分でわかんないんだ。よく言うよ。ステージに上がると本当の声出んの。ステージね、ステージといえばよ、ところで東北で俺ずっとコンサートやったんだよね、面白いとこね、お前と、ってお前も感激の薄い女だな、もうちょっと声を、俺が話しかけた。この歌言ってもらいたいもんだよ、お前。あー。やろな。遠くていいとこよな。あー。ほら、感激の薄い女。明かりがついてるんですよ。なんだろう。ほんと面白かったよ。あ、本当？で、盛岡なんか面白かったしな。あとは秋田なんかも面白かったしな。私これから。あ、ほんとにか。遠く最高よ、もうセンスのいいのがいてな。俺がコンサート中にな。今年、北海道行く多かったの？多かったな。札幌市内だって多かったもんな。ああ、雪かき大変だったよ。だから言ったんだよ俺、東北どうでしたかって、雪。そしたらこう、
そうですね、多かったですとかこう少なかったですとか待ちますなわけよ、うん、似てる方どっちかに統一してもらいたいもんだって言ったら、うん、一人の女がな、うん、どっしりかまってまずまずこいつな、これ最高だったなあの女な、今でも思い出すのな、最高のセンスの女じゃないかなと思ったな、うん、あの女はな、なかなかぴったり言えないよな、そういうことっていうのは、その時はああいう貴重な女がいるなと思ったな、食われたな君も、うん、しっかり食われた、うんじ三時一部の方へ少しね、張り切ってやらさせてもらおうと思うわけでありますがね、せっかく沢様とね、仲良くなれたね、まあ確かに怖い部分もあった、ね、いつ奪われるだろう、そういう部分で確かに怖い部分もあったけどね、タモリ先生と一緒にずっとやってきたわけでありますがね、今度一部へ行くということになりましたのでね、まあこれからもどっか一つよろしくお願いいたしたいわけでありますがね、まあ今週が最後ね、木曜第2部最後なんでね、張り切っていきたいと思うわけでありますが、あ今日はね、チャオね、ゲストにね、チャオをゲストに、他にね、あとね、ほら先週できなかったね、クソミユキが来たからね、あの野郎だらしなかったりなんかしてね、ミユキが来たもんで先週できなかった第ディスコ大会ね、これを一つ言ってみたいね、もうこの村もディスコの松山ね、ロックの松山を飛び越えてもディスコの松山ね、その日暮らしの松山とも呼ばれてるけどね、まあ今日も張り切って一つやってみたい、一曲目ね、かけてみ、たいのがね、これはね、もう大した垢抜けた雰囲気でね、世良政則とね、ツイストね、彼らの新曲ね、あんたに、これの次だね、宿なしね、これを一つ一発目いってみたいね、今ねちょっとね、沢様とね別れの杯とまでいかなかったのよね、別れでメロンかなんかもらったりなんかしてね、本当非常に、美味しく食べさせて、母様、母様、ファイト、ね、非常に、なんなんちょろちょろ出てきたりなんかして、ね、非常に寂しかったりなんかしてね、どうせなら一緒にいたらいいんじゃないかって感じなんですよね、今メロンもらってね、これが最後だなって雰囲気でね、思わず彼もなんか涙を、ね、涙ぐんでたね、非常に、そして最後に別れ際にね、軽くお尻を触ってった、あの背中がやけに寂しかったねなんかいやらしいんだってね、この辺で別れた方が良かったかなって急に思ったりなんかしたりなんかしてね、そういう雰囲気だったわけでありますが、今日ね俺釧路から来たんだよね、釧路って北海道のね東のずっと端の方なんだけどね、釧路で昨日ちょうどコンサートやっててね、雨降る中ね約3,200-3,300の人方がね集まってくれて、釧路高専年金体育館ね、体育館であると壮大だわな、やっぱりな、ね、もう床にね、パイプ椅子かなんかね、ダーッとやってさ、そしてね、体育館だからこう、なんていうの、こう、観客席、ね、かっこよくね、あんなとこまでびっしり入っててね、やっぱり3000何人も集まると思うと豪快だな、ほんと中にはうるさいのもいたけどな、ほんと豪快にね、張り切ってやったわけでありますがね、ほんと雨降る中ね、釧路の皆さん、どうもありがとうございますね。そしてまたこれからコンサートへ行くところのね、皆様方どうか一つよろしくね、さあさあどうもご苦労様でしたね、今日もね、よく頑張ってくださいね、胴体に鞭打ってついに頑張ってやってくださいね、どうもありがとうございます、黙って聞いたらあんだろ、ああごめんごめん、別れの杯だな、さっき尻触ってったじゃない、ちょっといいじゃないの、尻触ってダメなんだって今俺、何ほら尻が感覚回せよ、なんだなんだんだよ、いや卑猥な雰囲気だね、さあさあファイトね、なんだワンパターンだから、千田さんにもね座を譲るようなそういう立場になってくる、だダメよ負けちゃうね、さあさあ頑張ってね、千田さんに負けちゃダメよなんなんだね、そういう雰囲気で慌ただしい雰囲気で、ね、帰っていきましたがね、背中がなんかねガク、来週からちょっと楽しみが減ったな、なんかそういう感じで帰っていってね、なんかなんそういう雰囲気でありますよね、あ、話がこれ全然違うじゃないね、なんなん、コンサートをこれからいろいろとね、おはがきたくさんの皆さんからいただきましたね、どうもありがとうね、おっとも嬉しくてバラ色ね、そういう雰囲気でありますよね、ガチャの嬉しいのがね、来ておりますね、これはねまさこちゃんっていう方なんですけどね、この方から来たのがね、なんと若尾早子の若い頃のプロバイザーだったりがいですね、本当に嬉しかったりなんかして3枚ほど来てますよね、綺麗ねえ、本当もう美しすぎて、早子が怖いね、そういう雰囲気でね、こうやって見ると本当若尾早子って綺麗だわ、本当お前らに見せてやりたいんだけどな、残念ながらね、
これラジオだからな、見せれないんだけど、綺麗だぞお前。ねえ、この目なんかさ、もういかにも清純そうでね、いいなあ、やっぱりね、若い子はもう最高じゃないかってね、そういう雰囲気があるわけでありますよね。まさこちゃん、本当にね、ありがとう。写真ね、もう大事にして、足の絵持って帰ろう。ね、本当に、ママに電話してあげよう。ああ、けったりなんかしてね、いろんなこと言ったりなんかして。それとかね、これ、これがまた粋だったりなんかしてね、これがね、なん、うんとね、子供対象飾り？何なんだね。これはね、あの、五月人形の宣伝でね、若い子のポスターなんだね、これね、なかなかシビアだったりなんかしてね、若い子が着物姿でね、前にある花は何かな、あれね、水仙ね。水仙の花が前にあってね、そして若い子が後ろの方で着物をしてね、おっちゃんこしてね、でこっちを見てたりなんかしてね、わー勉強になる。ねえ、あやこちゃん、あーけってなんかしてね、なかなかこう見てても、綺麗だなぁね。そしてこの若い子の写真に比べても、一段とね、成熟した女の魅力を出したりなんかしてね、なかなか、ダメだって電気消したら、やな性格ね、うちの本当にディレクターやな性格ね、本当にダメよ電気消したらね、せっかく自分が、すごいいい気持ちになってんだから、先週とは大違いよ。ねえ、先週はもう前にね、だらしないのがいたりなんかしてね、今週は、ね、あやこと。